すでに結果はご存知だと思いますけれども、会社提案はすべて可決されました。可決されましたことを改めてご報告申し上げたいと存じます。議決権行使されました。棄権いたしました。親子喧嘩です。がっかりいたしました。がっかりですか。はい。もっとなので行使いたしませんでした。和解を希望されてるんですかね。和解を希望すると同時に、やはりもっと大塚家具をなんか大きくしてほしいというか、皆さんのための、大塚家具を売ってほしいと思います。いい家具を売ってほしいと思います。雰囲気があまり良くないので、今の私としてはあまり足を向けたくない家具屋さんになりました。本日の株主総会は、すでに結果はご存知だと思いますけれども、会社提案はすべて可決されました。また株主総会後、速やかに取締役会を開催し、私が代表取締役社長に選任されましたことも併せてご報告させていただきます。これらはひとえに株主様をはじめとした大塚家具のすべてのステークホルダーのご支援の賜物だと思っております。改めて深く御礼申し上げます。少なくとも、大塚家以外の有効議決権行使数のうち、約8割が会社提案への賛成だったという状況でございます。おかげさまをもちまして、今日から大塚家具は名実ともに新経営体制で業務に取り組んでまいります。今後そのご家族である方とはですね、どのようにこの家族関係を改善していこうというふうに取り入れられたのか。まず会社としてはですね、株主という意味では他の株主の皆様と同様、きちんと意見を受けたまわって、そしてコミュニケーションの努力を続けていくということに尽きると思っております。